芸術写真とは一般的に記録、照明等のためではなく芸術作品として撮影された写真のことである。アルフレッド・スティーグリッツ、ザ・スティリッジ1907年戦前の世界の芸術写真家としては満例が挙げられる。また戦前の日本における芸術写真は欧米のピクトリアリースモの大きな影響を受けつつも日本が適要素を取り入れたり、 特に風景写真を撮影したり、叙情性,性を重視するといった独自の特徴を出している。日本では大正10年に大阪の写真研究家、上田区王が、次男の橋尾文雄、写真家の不動賢治らと共に芸術、シャマシャを起こし、商業雑誌、芸術写真を刊行した。同年に福原慎蔵がシャマ芸術者を作り、やはり、 シャマ芸術という同人誌を発行して活動している。当時の芸術写真の主要な写真家としては、福原慎造、福原露造、野島康造、淵上白陽高山正隆、山本勇美儀、山本牧彦らが挙げられるが、これらの写真家に限られることなく、芸術写真を実践した写真家は数え上げれば、キリがない。過剰な細部を省略して、 表現したいモチーフや感情を表すことを志した。技術的には空気遠近法を意識し、実際に肉眼に見えるように、近景にコントラストのはっきりしたものを置き、円形を曖昧にする。地平線の位置を厳密に合わせた上で、表現のために風景写真に雲を合成する、などの手法を用いた。見え方だけを取り上げるのであれば、 ストレートフォートグラフィと正反対の表現とも言える。また1930年代の日本における進行写真運動を理論づけた評論家の稲信夫はこの従来の絵画表現を模倣する芸術写真という言葉に対し報道写真やリアルフォトなど写真本来の独自の機能である記録性を重視した写真表現を写真芸術と位置づけた。これは モホリナジラースローラのドイツ国際移動写真展に決定的な影響を受けたものである。戦前の芸術写真は1923年の関東大震災後に後世派と呼ばれる淵上白洋を中心とした写真家たちによる作品群を生み出し、これを媒介として上に述べた進行写真が起こっていくが、それにより芸術写真が消滅してしまったわけではなく、 脈々とその流れは耐えることなく戦後まで続いていく。日本における芸術写真の歴史的な重要性の一つはこうした理念が紹介されることにより特殊な技術者だけではなくアマチュアにも写真撮影が普及し芸術表現としての写真という概念が定着することになったという点を挙げることができる。ドイツの写真家ヨーゼフ・エイチノイマン科学の技術を使った 写真技法ケモグラムによって作成された作品、グスタフ・アイ・ヌード写真一例戦後の日本を代表する写真家といえば、上田正治、土門健、秋山翔太郎、細江栄光ら純粋芸術的な作家が挙げられるが、ファインアートの重要な要素の一つとして、ヌードがあるのを忘れてはならない。人物写真の分野でも、活人が等の影響を受けたヌード写真がある。 世界の芸術写真家としては、ヘルムート・ニュートンやジョック、スタージェス、デビット・ハミルトンらがいる。日本では、1990年代に入り、ヘアヌードという和製英語までできて、日本での規制の解禁の象徴となっている。荒木信義、篠山騎信、加納の明らキは有名である。また、1990年代後半に、日本で流行した、 ガーリーフォトと呼ばれた若い女性たちの写真の一、傾向がある。これまで男性の被写体となることが多かった女性たちが、身近で日常的なものを被写体として撮影する側になり、女性目線のガーリーな写真を撮るようになった。ヒロミックス、ニナガワミカ、長島ユリエダが代表的写真家である。ありがとうございます。